ケセバ始まりました。ケセバ研究所所長のケジタンです。本日のテーマはじゃーん、体の不思議。あまり知られていない、人の体ってそうなんだということをご紹介したいと思います。今日はですね、こういう大きな壁に体の半分をつけます。こうやって手の先から脇、そして、腰、そして足まで、膝まで、つま先まで体をくっつけると、なんと反対側の足が上がらないということらしいんですね。実際にやってみますというか、もうやってます上がんないですね、やっぱり。所長、これはですね、上がんない。両足でこう立っていると、重心っていうのは真ん中にあるんですが、これを足を上げるときにですね、こちらにこう重心がいくわけですね。ただ壁にとかにこうくっつけてしまうと、重心の移動ができなくなる、重心の移動ができなくなる。だから足が上がらない、そういうことなんですね。皆さん勉強になりました？勉強になったね、みんなも実際にお家でやってみてね。ではケセバ研究所、また明日ケセバイバーイ。おっと待ってくださいよ。え、何やってんですかあんたたち。誰グリーン、何ですかこんな実験やって。え、僕ね、この実験テレビで見たことありますよ。いや知らない人。あ、そうなんだ。みんな知ってますよ。あげられるんでしょこれは。みんな、いやいや、あげらんないんですよ、こうやって。ほら、無理なんですよ、ほら。できるじゃない、そんなことでね、消せば所員が務まるんですか。ありなさいよ。ちょっと前言ったでしょ、できないことがあったら全員でやれば、何度もなるって。ああ、全員で。いやいや、なんで頼ってくれないの、俺らを。え、頼る。いや、でもこれ一人でやる企画だしね、これは。頼れよ、いるだろう、仲間が。仲間が急に何なの。え、やってくれるんですか。もちろん、もちろんですよ。所長が言ってくれればやるよ。まあでも、まあそういうことならちょっとお願いしようかな。いいですか、手伝ってもらって。よし、じゃあ所長、足、頭がくるように。痛い痛い痛い。さあ、痛いって関係ないだろ、頭とか。いやいや、上がんないですよ、こうやっても。上がるでしょ。上がんないって。上がるって、もうみんなでやってんだから。いやいやいや、痛い痛いって、腰が腰が痛いって。やれー所長うわどうだった？美味しいご飯をあげるから後で。ねえ、お願いします。OK ください。おー、いやー厳しい。さすがプロ。また明日。